一体どういうこと？時計の針は人の困惑、苦悩、弱さのようにいつまでも回り続ける。でも何があろうと人は進まなければならない。その針が永遠に前を指しているように、僕の旅はここまで。ここからは君の道だ。開拓はかつて至れなかった道を行き、さらに遠くへ向かうこと。ミハイルが夢見たピノコニーは秩序なんかのものじゃない。衝動を夢に見た。みんな準備はいい？新たに生まれたつぼみは朝日と共にほころび、ささやく。ホタルよ、生きるために死ぬのだと。現実でまた会えることを願って。昼と夜は対等でしょうか？善人と罪人は対等でしょうか？人が生まれつき軟弱ならば、弱者はどの神から安寧を得ればいいのでしょう？あなたたちの決意が伝わった。今こそ太陽を直視する権利を授けましょう。107336の礎の全能なる調和の私に全てを捧げ、誉れたく貴重地ハルモニア聖火隊ドミニクス。時は来た。神のムクロから再び増加が生まれる。ダンク、高校たる異例よ、我が命に従え。ザン！まもなく跳躍が始まる。金色の夢が動き始める。これから訪れる夜、あなたは挫折を味わい悲劇を目にするだろう。やがて世界はモノクロになる。そこには一抹の赤が現れる。すぐに消えてしまう。だが信じてほしい。あなたが決断を下す、その赤は再び現れる。この言葉の意味をよくかみしめ、目覚めの世界へ帰るという。私たちが探している答えはそこにある。
完璧な学章をもって命ずる。楽園を再現せよ。もう一つの声が現れた。ピノコニーの最初で最後の不協和音だ。ついてきて。美しい夢に囚われていた人たちが今自由のために目覚め始めている。ロビン、あなたが歌っているのですか。兄様に聞こえているのはみんなの心の声よ。ここは彼らの望む楽園じゃないのです。人々は依然として進むべき方向が分かっています。私は空に輝く唯一の星となり彼らを導かなければ。その星があるのが永遠に孤独な闇夜だったとしても、これがコラボスタート。私たちが孤独でなかったなら、なぜ別々の道を歩むことになったのでしょう。最後の交渉はこれで終わりです。全ての想像は終わり、麦の日に至る。哲学の大事、万象を再構築するのです。あなたが万物を作り出したわけではありません。人があなたを再現したのです。その神の肉体を持って我が楽園の礎となりなさい。なぜ生命体は眠るのか。それはいつの日か。夢から覚めるためだよ。